君に捧げるエンブレムは2017年1月3日21時から23時30分にフジテレビ系で放送された日本の新春ドラマスペシャル。主演は桜井翔。撮影風景、新森屋駅にて事故で両足の機能を失った元 J リーガーの主人公が車椅子バスケットボール選手になってパラリンピック日本代表を目指す物語。 実在する元選手、京谷和幸がモデル。なお1997年放送の僕が僕であるために、以来20年続いた新春ドラマスペシャルは本作が最後となった。本作の企画、プロデュースは富士テレビの松本厚氏が手掛けており、取材、構想からドラマ化まで5年かかっている。松本は2011年に、 本作のモデルとなる車椅子バスケットボール選手、京谷和幸の記事を読んだことをきっかけに、京谷や日本代表コーチの及川新平らにインタビューを行った。京谷らにあって強い憧れと興奮を感じたマ本は、障害者スポーツを感動をポルノとしてではなく、かっこいいアスリートとして描くことを目指し、半年ほど取材を重ねて、ドラマの構想を練ったが、2012年の ロンドンオリンピックの際に本作の企画は通らなかった。その後、日本での東京オリンピック開催が近づく2016年のリオオリンピックを前に2度目のプレゼンを行い、ついに企画を通した。本作は実在選手への取材に基づいた情報をフィクションの物語に落とし込んでおり、主人公やその妻の性格はモデルとなる本人とは異なる。 主人公はサッカーの才能や自慢の恋人を持つ自信家で傲慢な一面もあるが、増本は不完全な主人公をかっこよく見せるストーリーこそが大事だと考えた。そして、主演には身勝手でわがままな主人公を視聴者が受け入れられるよう、増本曰く茶目っ気と真面目さが同居する稽古な役者である桜井翔を起用した。桜井は以前から 報道番組ニュースゼロでニュースキャスターとしてパラリンピックや障害者スポーツを取材している上2歳下で小学校からの友人が車椅子生活を送っており友人の困難を周囲にも気づいてほしいと思うようになっていたそこにちょうど主演のオファーがありドラマによって多くの視聴者に関心を与えることができればと考えて出演を快諾した桜井は撮影後も 障害者スポーツにスポットライトを当てることができたら、光栄、思い入れの強い作品と、それぞれ語っている。選手役のキャストラは、撮影前に車椅子バスケを1ヶ月間練習した、あと、代々木第一体育館などで1ヶ月間の撮影を、経て2016年11月上旬にクランクアップ、した。当初、増本やコーチの堀江渡るらは、 キャストラの多忙を踏まえて最低限のプレーを撮影するのみで試合シーンは吹き替えを用意していた。しかし、キャストラが予想以上の上達を見せたため実際にテレビ放送した試合シーンの90%は代役なしのシーンが使用されている。2017年1月3日に放送された本作の視聴率は8.4%だった。 放送に先駆けて2016年12月20日に行われた完成披露試写会では本作のモデルとなった京谷夫妻が舞台挨拶に参加し夫の和幸は事細かに再現されていて懐かしい思いと感想を述べた。コラムニストの木村隆は障害という思いテーマ以上にエネルギーの強さを感じるポジティブな作品であり未来への希望に満ちた作品と評した。 また車椅子バスケの激しい試合に興奮するのは、もちろん、主演の桜井と香川照之ら、日本屈指の名優たちとの共演が見どころだと紹介した。ドラマ評論家の聖場バ一は、車椅子バスケの迫力や格好良さがドラマを盛り上げており、障害者を、かわいそうな被害者としてではなく一人の人間として描いている点に、本作のスタンスが現れていると述べた。 また聖話は、足立直子のハードで重厚な脚本と、西浦正樹のオシャレでポップな演出の組み合わせを評価し、自分勝手な主人公の性格を人間臭いものとして魅力的に演じる桜井の演技や、彼を支える妻役の長澤正美の演技を称賛した。23歳で、サッカー、日本代表に選ばれた高城和也は、交通事故に遭い、下半身不随となる。 日本代表から身体障害者へ転落したカズヤは周囲からキーの目にさらされるが婚約者である中川美希は彼を支えた。そしてリハビリを開始したカズヤは車椅子バスケに出会いパラリンピック日本代表を目指す。役名と読み仮名は公式サイトよりプレゼンにはウィルチェアーラグビーを題材にしたアメリカのドキュメンタリー映画マーダーボールのダイジェスト映像が使用された。 ありがとうございます。